耳で読む生命よ永遠に51金剛心危機物語。金剛心。地獄では地蔵菩薩が釜の中に飛び込んで亡者たちを再度される。煮えたぎる釜の中に何回も何回も飛び込んで助けられるのであるが、その身は金剛心で全然影響を受けない。法華経不問本の観音の救済に似て、火も彼を焼くことができない。それは先に記した理由で、心が光に満たされていると地獄に入っても地獄の暑さ、痛さ、苦しみに感応しないのである。ある人が私に、あなたは亡者たちのところに行ってどうして憑依されないのですかと聞いたので答えた。私が誘拐の波動までずっと沈んでいったら、霊たちと波動があって彼らに取り憑かれるでしょう。しかし私は沈めと言われても沈んでいくことができないのです。阿弥陀様の光は北海全宇宙をあまねく照らしていられる。しかしなぜ中宇の世界地獄にはその光が届かないのか。中宇の世界まで行くためには、阿弥陀様がご自分の波動光を消してずっと沈んで行かなければならない。結局人間になぜエコーという行為ができるかというと、先に述べたように地獄、ガキ、畜生、中宇などいろいろな要素を人間は持っているので、中宇なら中宇の要素の多い人は中宇と接触を持つことができるからである。例えば先の亡霊に取り憑かれた人、この人は中宇的要素を持っている。しかし一方において念仏によって光の種も持っていて、仏と親子の関係を結んでいる。一方で仏と感応し合い、一方では中宇と感応し合っているわけである。中宇とこの人とが一つの関係を結んでいる。ここに仏にとって人間が大変必要である理由が存在する。仏は中宇まで降りていけないので、人間が仏の手足、仏の代理者となって中宇の世界まで降りていって再度するわけである。したがってこの憑依された人は尊い菩薩行をしているわけである。この縁によってこの亡霊は救われ浮かぶことができる。こうしてその亡霊が私のところに連れてこられたというわけである。私は憑依された本人にこれからしっかり問答し、お念仏もし、心を変えなければいけません。経典もお念仏もエコーとして届きますけれども、まず一番大切なことはあなたご自身の心が変わること、巧妙化されることですよと言った。心が巧妙化されないと、せっかく憑依霊が浮かばれたとしても、その人がまた他のところに行くと再び他の亡霊に取り憑かれる心配があるわけである。その人自身が中宇の要素を持っているからである。仏の光に自分の心を全部満たされて、自分の中の中宇的要素を駆逐しなければならない。そうしないとまたその人は憑依霊に関する限りいつも危ないということになる。